ジュゼッペ・デ・サンクティスはイタリアの画家であるナポリで生まれた父親は実業家で作曲家のジュゼッペ・ベルリの友人として知られる芸術愛好家であった父親の勧めで画家を目指し1872年にナポリ美術アカデミーに入学しドメニコモレリア・フィリッポ・パリッチジョアッキー・ノ・トーマラに学んだアカデミーを卒業すると国外に出てロンドンやパリで働き ドメニコモレリに紹介されて作品はパリの美術賞グーピル紹介に買い上げられた。主に女性像を描いた。パリではジャン・レオン・ジェロームに学び、同世代の画家パスカル・ダニャン・ブーベレの影響を受けた。1882年から1917年7までナポリの展覧会に毎回出展し、サロンド・パリにも1890年と1899年に出展した。 1886年にパレルモの展覧会で銀メダルを受賞し、その作品はイタリア国王ウンベルト一世に買い上げられた。1895年からベネツヤ・ア・ビエイナーレに関与し1903年と1905年には企画委員を務めた。1901年にドメニコモレリの公認としてナポリ美術アカデミーで教え始め、後に版画部門の教授に任命された。 フランスの風景を描くことが多かったが、王族の肖像画も描いた。ありがとうございます。